スベルケル老王もしくは、スベルケル一世は、スウェーデン王。スベルケル家出身の最初のスウェーデン王である。スベルケル家は、エステルイエートランドの大貴族であった。スベルケルは1130年代の初めに王として、認められ、エストリズ戦家のマグヌス一世を倒し、エステルイエートランドを征服した。彼の知性は26年ほどとされているが、詳しいことは分かっていない。 アルバストラ修道院やニガーラ修道院、バーンヘム修道院はこの時代の創立となる。ノブゴロド第一年代期によれば、1142年にスウェーデン軍がノブゴロド共和国を襲撃している。両国の間には、両国の王家間の婚姻により、長い間平和が保たれていたが、この衝突により3世紀にわたって続く、スウェーデン・ノブゴロド戦争が勃発することとなる。 1156年のクリスマスに、スベルケルは、アルバストラ召集動員での祭祀に赴く、途上のアレベーク橋で暗殺された。これは、中世の習いとはいえ衝撃的な事件だった。犯人は、大井戦勝者、マグヌス・ヘンリックソンだったと考えられている。詩人一覧には、スベルケルの二つのスカルド氏の名が記されている。最初の妻ウルフヒルド・ホーコンスドッタは、 インゲ二世の未亡人で再婚したデンマーク王、ニルスの元から脱走して、スベルケルに嫁いだ。二男二女を設けた。第二の妻リチェザは、以前にマクノス一世やミンスク公、ボロダリと結婚していた。一男を設けた。さらに、母親が不明の息子が一人いる。ありがとうございます。